はいどうもこんにちは、フィギュア大好きトイカンです。今回もフィギュアチェックでございますが、なんとアルターからですね、鬼滅のあのつゆりかなおに続きまして、またまたビッグタイトルからのフィギュア化です。それがこのソードアートオンラインのキリトとアスナ、アスナの方はウンディーネバージョンでのフィギュア化です。いやこれね、アスナの方はまあ告知があって、でまあ僕もね出るっていうのは知ってたんですけれども、あのフィギュア化するっていうのはね。でもねこのキリトの方はそのような告知ってあったっけ？僕ね全然記憶にないんですけれども、ちなみにこのキリトの方はアルタイル、これはねアルタの女性向けのフィギュアのブランドです。まあ要はねあのイケメンばっかり出しているブランドですね。そちらの方から出る予定です、キリトの方はね。でアルタはこれまでにも SAO ではだいぶ昔にスグハの座ってるやつとか、アスナに至ってはキツメキシダのバージョンと GGO のバージョンも出ています。これからシノンが出てて、さらに現在予約受付中のユウキが出ているのですが、まあ、結構多いですよねアルタの SAO。 いつの間にかまあこんなに出ていたと、そんな感じしますよね。で今回はやはり人気のアスナということで3体目が出るということみたいです。まああとはね、早くリーファちゃんを出してくれないかなと。やっぱりこれはね人気の差なんでしょうかね。でまずはこのアスナのウンディーネを見ていきますが、どうなんすかね、これアスナファンから言うとこの顔がね似てる似てないで言うとどうなんでしょう。まあフィギュアっていうとね、だいたい笑顔とかあと険しい表情のものが多いんですけれども、このウンディーネアスナはあの言葉だと表現しづらいんですが、ちょっと少し遠くを見つめているような、ちょっとなんか寂しげな表情にも見えるんですけどね。うん、まあなんかここでちょっとね、あの賛否も分かれるような気はするかな。ただそれ以外のところはまあさすがのアルターって感じはしますね。塗装がまずねやばそう。あの髪の毛はクリアパーツでできてて、で前髪の方はしっかりとあのシャドウがねホワイトで強めに入ってて、あの髪の光沢感、ツヤ感みたいなものをきちんと出してますね。衣装は白ベースなんだけど、青いラインがとっても綺麗、特にこのメタリックのラインがね効いてるような感じがします。この白い衣装がすごくいいですよね。でポージングがこれレイのレイピアを振りかざしているポージングなんだけど、グッスマの同じあのアスナの血明騎士団のやつ、あれ結構昔に出たやつ、あれとね似ているような感じにも見えますね。僕あのグッスマのアスナのポージング、あれ好きなんですよ。だからこのアスナは血明騎士団の赤から青に変わったって感じがしますね。でニーソとブーツを履いているんですが、おそらくねこのスカートの中パンツはね白なんでしょうね。これまさかね真っ黒とか履いてたらね、あのそれはそれでねまあ嬉しいんですけれども。でそんなアスナちゃんですが、スケールは7分の1となってまして、まあこれまでに出ているアルターの SAO と同じ大きさです。で気になるお値段が税込みの2680円。おー、まあなんかね税込みなんでね、うん、ちょっとね高く感じますよね。うん、まあ一瞬見た時にね、そんなするんだって思いましたから。まあでもね、あのこれまでにアルタから出てるアスナからするとちょうどね1000円ずつ高くなってるんですよ。うん、これがちょっとなんか分かりやすいというか。まあ時代なんですかね。まあでもこれまで出ている造形でもね、今回のアスナが一番派手なので、あの髪の毛の舞い方とかそういうの含めてね、まあだからそこら辺ちょっとね高くなってるのかなとは思いますかね。まあただ僕は買いますけどね。うん、だってこれアルタのアスナですよ。だからこれはもう買わない選択肢がないんですよね。うん、だからねリーファちゃんもね出してください、お願いします。そしてこちらがキリトです。珍しいですね、キリトのフィギュアも。あの SAO のフィギュアをたくさん出しているシブスクさんですらキリトではなくてユージオでしたからね。でもこのキリトかっこいいですね。うん、シンプルで、なかなかこういうシンプルなフィギュアって少ないような気がする。で2本の剣を背中に背負っていると、これってこうやって背中に刺した場合抜けるんですかね。うん、あの鞘が長くて抜くのが大変そうな気もするんですが、どうなんですかねそこら辺は。まあでもやっぱりね背中に刺すのがかっこいいんでしょうね。女子的にはどうなんですか。まああの SAO は女性ファンも多いと思うのですが、やっぱりキリト君はかっこいいんですかね。
で、こちらのキルトですが、スケールは7分の1です。アルタイルって結構8分の1スケールが多いんですけど、今回はアスナと並べて飾れるということで、同スケールにしたんでしょうね。で、お値段ですが、税込みの 18,480円。なんかメンズフィギュアって若干価格を控えめにしてるような気はします。で、こちらはともに今日から予約開始されていまして、発売されるのがキリトの方が来年2020年の3月、でアスナのウンディーネも同じく来年の3月となっています。で、もう一度ね、最後に確認しますが、今後のアルターの SAO 関連ですが、一応今月アスナの GGO、 こちらがね出ます。これは僕もね、ちょっと楽しみにしてるんですよ。髪の毛をアップにしているアスナがなんかいい感じなんですよね。うん。今までのアスナの中では一番これが好きかも。で、来月にシノンの再販があって、これは僕も開封レビューを上げていますので、購入に悩んでいる人は参考にしてみてください。リンクは下に貼っておきますね。で、アスナの決明騎士団の再販と、それから勇気。これが揃って今年の8月の発売予定。これも勇気がちょっと楽しみですね。どんなパンツを履いているのか。で、そして来年のアスナ・ウンディーネとキリットということですね。だからこれ結構ね、いいタイミングでちょこちょこと出てくるんですよ。そこら辺もアルターさんはいろいろと考えているんでしょうね。うん、まあたまたまかもしれませんが。なのでしつこいようですが、あとはリーファちゃんだけです。でも僕ね、リーファが一番フィギュア映えすると思うんですけどね。うん、まあこれもやはり人気の差ですかね。仕方ないですね。で、余談ですが、アルファオメガの猫耳レムがそろそろ出荷されるようです。こちらも非常にね、楽しみにしているので、届いたらエミリアさんと並べたいですね。もちろん開封レビューもする予定ですので、楽しみにしてください。それと今回紹介したフィギュアの予約先は下の説明欄に貼ってありますので、気になる方はそちらからチェックしてみてください。フィギュアは予約して買うのが鉄則です。買い逃しのないようにご注意ください。ではでは、フィギュア大好きといかんでした。またねー。